ジャンピエール・ジュネは、フランスの映画監督、脚本家。友人の映画監督マルク・キャロと組んで、ジュネ・キャロとして、短編映画作品などを作り、10分間の短編アニメ、回転木馬は第6回、セザール賞の短編賞に輝いた。単独で監督した1989年の短編映画、僕の好きなこと、嫌いなことでは、ドミニク・ピノンを起用し、この作品で、 第16回、セザール賞の短編賞を受賞した。1991年には、キャロと共同で、長編映画、デリカ鉄線を、監督、核戦争後のパリの肉屋を舞台とした騒動を、ドミニク・ピノン主演で、ブラックユーモアたっぷりに描き、フランスで大ヒット。第17回、セザール賞で、ジュネはキャロラと、脚本賞と、新人監督作品賞を受賞し、 この作品は全部で4部門受賞した。1995年には、キャロと共同で、ロスト・チルドレンを発表し、ロン・パールマンを主演に起用した。第21回、セザール賞にこの作品は3部門ノミネートし、そのうち美術賞を受賞した。1997年、エイリアン4の監督に起用され、ハリウッドデビューとなり、これが初めての続編ものとなる。 その後フランスへ戻り、2001年にアメリを発表し、オドレート,トゥシュ主演のこの作品は世界的なヒットとなる。日本でも映画に登場するデザートのクレームブリュレが流行するなど社会現象となった。第27回セザール賞でジュネは作品賞と監督賞を受賞し、この作品は全部で4部門受賞した。また、第74回アカデミー賞ではジュネは 脚本賞にノミネートされ、この作品は全部で5部門ノミネートされた。2004年に再びオドレートと主演でロングエンゲージメントを発表。第30回セザール賞でジュネは作品、監督、脚本でノミネートし、この作品は全部で5部門受賞した。また第77回アカデミー賞では撮影賞と美術賞にノミネートされた。2009年に ダニー・ブルーン主演のミックマックを発表。日本ではフランス映画祭2010でオープニング作品として上映され、2010年9月に公開された。ジュネの作品の特徴は、独特の世界観とブラックユーモアである。また、全作品に出演している常連、ドミニク・ピノーンをはじめ、オドレート・エトトゥ、ロンパールマン、ヨランド・モロー、アンドレ・デュソリエなど個性派俳優が多数出演し、 作品世界を独特なものにしている。ありがとうございます。